さあ、いよいよ決勝がスタートしていきました。いきなり日本女子の大黒柱、4レーンの大橋悠依の登場です。大橋悠依、ご存知、東京オリンピック金メダリスト、そして世界大会も経験しています。予選は非常に華やかな泳ぎでした。この決勝、どんな泳ぎを見せていくか。5レーンの成田実生は、現在乗り上がり、ジュニア大会世界選手権で2冠を達成しています。さあ、まず、ゆったりと大きな泳ぎで、4レーン、大橋悠依が先頭です。50m は28秒05です。日本記録からはるかに遅れていますが、後輩が期待できそうな大橋悠依の伸び高な泳ぎ、そして成田実生、さらには伸び盛りの松本の勢いが続いています。まず 100m です。本気リードを待った4レーンの大橋悠依、その更新が1分0秒89、日本記録から0秒6点遅れるだけ、非常に素晴らしい泳ぎを見せています。金メダルタイムは28秒52、日本記録は2分7秒91というタイム、大橋が持っています。さあ、大橋、さらには5レーンの成田、3レーンの松本、さあ、2位争いも激戦になっていますが、リードを保ったまま残りは自由形に変えます。成田と松本が追いかけていて、残り 100m、 1分39秒60です。さあ、大橋も伸びのある自由形、そして成田の勢いがあります。大橋、そして成田、松本、さあ、大激戦の泳ぎになっていきました。残り 25m です。さあ、日本選手権最初の決勝、大橋、そして成田実生、松本、さあ競り合う形となっている。さあ、どっちの方でしょうか。勝ったのは